津島津島取り戻し運動本部は大韓民国の市民団体。長崎県の津島が韓国固有の領土であるとして、その取り戻しを目的とする団体で、韓国では国会議員も参加している。本部所在地は大韓民国中西北道援樹産軍援助山村。2012年10月10日、中西北道援樹産軍の中原大学で発足式が行われた。 津島が竹島同様、地理的に韓国に近いことから津島における韓国領有権を主張している。この団体によれば、津島は日本が強制的に占領したものの本来は韓国領だとしており、この認識を国際的にアピールすることが主たる活動となっている。2014年11月、演叙山軍在住10名及び外部からの参加者約20名が、 津島の韓国領有を世界中に発信するため、日本の津島を訪問している。この団体によれば、津島は1869年に自国の海域に強制的に編入した土地であり、日本が津島を守るために逆に竹島の領有権を主張するという浅はかな企みを起こしていることを韓国民は知り、これに対して厳重に対処すべきだとしている。 2015年4月には、歴史を愛曲し、竹島の領有権を主張する日本は、津島を返還せよという横断幕3枚を、演じ、山村の市街地に掲げた。ありがとうございます。